1978年のロッテオリオンズでは、1978年のロッテオリオンズにおける動向をまとめる。この年のロッテオリオンズは、金田翔一監督の6年目のシーズンである。このシーズンから、川崎球場を本拠地としたため、特定の本拠地を持たない、いわゆるジップシー球団の状態を脱却した。前年プレイオフで阪急に敗れ優勝を逃した、チームは、 前年の2巻をオーレロン・リーの実典、レオン・リーが入団し、夕藤道夫や山崎博之らと協力打線を、形成、さらに前年南海の監督を解任された、野村克也も、生涯一保守を宣言し、加入、シーズン前は、阪急と共に、優勝争いの有力候補と言われた。開幕後は、全評判通り、4月中旬に7連勝をマークし、阪急と、 首位争いを展開し、5月14日には、首位半球に0.5ゲーム差に迫ったが2日後の直接対決に敗れるとそこからチームは失速、さらに6月には4、引き分けを挟む15連敗で勝てなくなり、5位に急降下して前期が終了。巻き返しを図る後期は7月中旬までは上位に、いたが、7月18日に、 阪急に4対23と大敗するとそこから4連敗で B クラスに転落8月下旬には8連敗を喫し8月31日には前年までの本拠地宮城球場で阪急の今井雄太郎に完全試合を達成され9月27日にはまたも今井に関東負けを許して阪急の優勝を決められるなど阪急を苦手にし続けた 後期は終盤に盛り返し借金1ながらも3位で、終えたが通算では日本ハムに0.5ゲーム差及ばず4位に、終わり、シーズン終了後、金田監督は責任を取り辞任、主力の山崎、金田亀弘、渡辺秀武が、次々とチームを離れ、野村も1年でロッテを退団した。阪急が、全後期間全優勝したため、プレーオフは行わずそのまま年間優勝。 ありがとうございます。